今回紹介するのは、この斉藤慎二という男だぜ。なんだかいやらしい顔をしたやつだね。こいつは嫌がる女性を無理やり襲い、強姦した疑いがあるんだ。そんなことをするなんて最低だよ。あれ？この人どこかで見たことあるような？ジャングルポケットという名前で活動している、お笑いトリオのうちの一人だからな。テレビによく出演していたから、そこで見たんだと思うぜ。思い出した、コントが面白い芸人だよね。そんな中の一人が強姦事件を起こすなんてびっくりだよ。この事件が起きたのは、2024年7月。事件現場は、東京都新宿区内に泊まっていたロケバスの中なんだ。そんな場所で犯行に及んだんだ。ロケバスの中には誰がいたの？斉藤の他に、20代の女性である A さんだけだな。二人きりだったんだね。斉藤はどんなことをしたのかな？性的暴行を加えたとされているが、動画作成時点ではまだ詳細は公開されていないんだ。だが不同意わいせつ罪だけじゃなく、不同意性交等罪の疑いでも書類送検されていることや、A さんが許すことは絶対にできませんと語っていることから、抵抗する A さんを無理やり襲い、強姦したんじゃないかと想像できるな。本当なら許せない行為だね。斉藤は容疑を認めてるの？軽率な行為で、相手や家族に迷惑をかけたことを反省している、と供述しているが、不同意だったことは否定しているな。そして彼の妻も、一部事実と違うと SNS で反論し、とある投稿をしたんだ。妻も反論するんだ。一体どんな投稿なの？不同意ということで、お相手の方が被害届を出しているとお聞きしておりました。事実関係としましては、相手の方からも好意があり、SNS をフォローしたり、連絡先を交換していたことは事実。連絡先を交換してたから何？って言ったけど、相手の方からも好意がありって、A さんもバスの中で積極的だったと言いたいんだよね。証拠はあるのかな？妻は続いて、ロケバスの中のドライブレコーダー及びカメラの解析を、警察の方に求めていました。一方的な行為ではなかったことを伝えている状況でした。私が弁護士の方から聞いている内容は、これが全てですと投稿しているんだ。ちゃんと証拠があるんだ。だがドライブレコーダーの内容は、今の段階では明らかになっていないんだぜ。今後の調査に期待だね。A さんも積極的だったと仮定するなら、嘘をつくメリットはあるのかな？暴行されたと認められたら、慰謝料がもらえるというメリットがあるな。だが示談にせず公にしていることや、女性や妻を大事にしていない斉藤のひどい過去を考えたら、A さんは嘘をついていないと思うぜ。過去にも何かやらかしてるんだ。今回はそんな斉藤慎二のやらかした過去や、裁判がどうなるかの予想について解説していくぜ。ぜひ最後まで見ていってくれよな。斉藤にはどんな生い立ちがあるの？芸人であることしか知らないよ。まず彼は、1982年10月26日に千葉県八千代市で生まれるんだ。喘息持ちだったことで、幼少期は体が弱かったそうだぜ。今のがっしりした体型からはあまり想像できないね。そして小学校に入学した彼は地元の少年野球チームに所属したんだが、3年生の頃からいじめられるようになるんだ。どうしていじめられたの？クラスで一番背が小さかったという、とても些細な理由からだぜ。身長でいじめるなんて、クズのやることだよ。斉藤のことをかばうわけじゃないが、許されないことだな。彼はどんなことをされてたのかな？虫取りに誘われ待ち合わせ場所に行くと、お前が虫だ、とみんなに殴られたり、上履きをかなり神経に隠されたり、クラスで一人だけ誕生日会に呼ばれなかったり、クラスメイト全員から、ちび気持ち悪いと言われたりだな。そして彼が泣くと、俺らが悪いみたいになるじゃないか。笑えよ。と言われ、無理やり笑わされたそうだぜ。やったことを考えると同情できないけど、びっくりするほど最低なクラスメイトだね。さらにそれだけじゃなく、姿勢が悪いという意味不明な理由で、彫刻刀で背中を刺されたこともあるんだ。そんなのいじめじゃなく、傷害事件じゃん。でもそこまで露骨なら、さすがに担任の先生が気づくよね。それが、担任もろくなやつじゃなかったんだぜ。まず斉藤くんにも原因があるかもしれない。一人ずつ、斉藤くんの悪いところを言ってみよう。と言って、生徒を一列に並ばせたんだ。いじめられている生徒の悪いところを言わせるって正気なの？ろくでもない教師だな。そして大半の生徒は、斉藤に死ねと言ったそうだぜ。そして担任は、それを笑って見ていただけだったんだ。やばすぎる。教師の風上にも受けない、最低なゴミ野郎だよ。担任がこんなんだから、生徒たちも歪んだのかもしれないな。斉藤は親に相談したのかな？いじめは兄に相談した時に親に言うなと言われたことと、心配や迷惑をかけてはいけないと思っていたことで、相談できなかったそうだぜ。そのため怯えながら学校に通っていた彼は限界を迎え、自らの命を絶とうと考えるんだ。そう考えてもおかしくない環境だもんね。どうして思いとどまったの？やばいと思った兄に、
何やってるんだ。死んだら全てが終わる。絶対、時間が解決してくれると言われたからだな。私は早く親に相談するべきだと思うよ。本当に時間が解決したのかな？そんなことはなく、中学生になってもいじめは続いたんだ。机と椅子がベランダに出され、取りに出ると鍵をかけられたりしたようだぜ。結局変わらなかったんだ。おそらくだが、小学生の時とメンツがあまり変わらなかったんだろうな。そんな斉藤は勉強しかよりどころがなく、1日20時間ほど勉強していて、成績はほとんどオール5だったんだぜ。勉強しか救いがなかったんだね。そして高校生になった彼は、一転して人気者になったんだ。どうして変わったの？それは不明だが、今までのクラスメイトと違う高校に入学したことで、本来の陽気な性格が出たのかもしれないな。そんな彼は文化祭で嵐の曲を踊り、大爆笑が巻き起こったことで、人前に立つことを楽しいと思うようになったんだぜ。今の性格がそこで出来上がっていったんだね。そして俳優を目指すようになった斉藤は東邦学園芸術短期大学に入学し、芸術科演劇専攻に進んだんだ。親からは一切仕送りをもらわず、アルバイトで学費と生活費を稼いでいたそうだぜ。そこだけを聞くと好感度が高いのにね。俳優にはなれたのかな？それがなれることはなく、営業の会社に就職したんだ。だが上司に、あんた仕事楽しくないでしょ。俳優なりたいんでしょ。吉本行きなさいよ。お笑い芸人で俳優やってる人いるでしょと言われたことで、次の日に退職願いを出したんだ。すごい行動力だね。そして吉本総合芸能学院に入学して他のメンバーと出会い、ジャングルポケットを結成したんだぜ。こんな問題を起こされて、他のメンバーもかわいそうだよ。かなり迷惑だろうな。斉藤は、かなりしつこい性格だったんだ。女性に告白して断られても、何度も何度も再アタックしたそうだぜ。しつこい男は嫌われるよ。そして相手が、もういいよ、付き合えばいいんでしょ？と諦めるまでアプローチを続けたんだ。一度振られて諦めるような恋だったら、本当の恋愛じゃないと思ってるんで、と語っているんだぜ。そこに相手の気持ちは入ってないんだね。相手が諦めるまで告白するんじゃなくて、自分を好きにさせる努力をするべきだよ。その通りだな。そして将来妻になる人と付き合っても、20回ほど浮気をしていたんだ。一度に3人と浮気をしたこともあり、ガツに1回ほどバレていたそうだぜ。だらしないどころの騒ぎじゃないよ。そんなに浮気を繰り返すなんて、本当に最低だね。夫として、そして人として終わってるよな。妻はよく別れなかったね。夫の遊びは覚悟の上で結婚したようだな。さすがに結婚後は落ち着いたのかな？そんなことはないぜ。2019年11月には子供も生まれているんだが、2023年8月17日に最初の不倫報道が行われたんだ。子供が生まれても関係ないんだ。一体誰が相手だったの？福岡でキャバ嬢をしていた、20代前半の女性だな。そして斉藤は、当時40歳だったんだぜ。15歳以上若い人と不倫したんだ。そういえば A さんも20代だったね。若い女性に目がなかったんだろうな。キャバ嬢とはどうやって不倫に発展したの？まず斉藤がキャバクラ店に行った際に、LINE を交換したんだ。妻がいるのに交換する時点でおかしいよ。そして店を出た1時間後に、彼が今から会う？と送ったんだぜ。早すぎるね。キャバ嬢はどうしたの？自宅の住所を送ったんだ。そして斉藤は、今から行くよと会いに行ったんだぜ。ためらいがないし、慣れてる感じがするね。発覚していないだけの不倫もかなり多いだろうな。そして彼は外に迎えに来てくれたキャバ嬢を会った瞬間に抱きしめ、口づけをしたんだ。いきなりそんなことをしたんだ。これもキャバ嬢が訴えたら罪になるよね。不同意は今るつ罪になるだろうな。さらに外にもかかわらず斉藤は人目を気にすることなく、変装もしていなかったんだぜ。不倫がバレるリスクも考えないんだ。悪いことをしている自覚すらなかったんだろうな。さらに行為中に彼は、こんな可愛い子と一緒にいられて幸せ、大好き、愛してるなどと、何度も言っていたそうだぜ。妻以外にそんなことを言うなんて、地獄に落ちちゃえばいいのに。二人が会ったのは一回だけなの？斉藤が毎日のように連絡を入れていたらしいから、何度か関係があったと考えていいだろうな。そして一度目の不倫報道から約半月後である、2023年9月1日。二度目の不倫報道がされたんだぜ。またやったんだ。今度の相手は、26歳の元グラビアアイドルだな。また自分よりかなり若い人を狙ったんだね。その人とはどこで知り合ったの？複数人で行われた食事会だな。斉藤はそこで交換した LINE にしつこくメッセージを送り、根負けした女性は会うことを決めたんだ。またしつこかったんだね。さらに待ち合わせに指定したのは、マンションだったんだぜ。初めてプライベートで会うのがマンションって、下心しかないよね。女性は会いに行ったの？
疑問を覚えながら行ったんだが、斉藤から無理やりマルスやハグをされて逃げ出しているな。A さんに対しては一方的な行為じゃなかったと主張してたけど、こんな過去を聞いたら、やっぱり強し丸したんだろうなとしか思えないよ。A さんも望んでいた。自分のことが好きだったと、勝手に思い込んでいる可能性が高いぜ。そして二度目の不倫をした時期は、子供が生まれてまだ10ヶ月の時だったんだ。つまり育児で大変な妻を一人にし、こいつは不倫していたんだぜ。妻に対しても子供に対しても愛情がないことがよくわかるね。さらに妻は子育てで大変な中、夫である斉藤に食事を用意する様子を SNS に投稿しているんだ。不倫が発覚した時の妻の気持ちを考えるだけで涙が出てくるよ。よく離婚しなかったね。子供がいたことが理由かもしれないな。そして妻はこの二度の不倫報道を受け、夫の遊びは覚悟の上で結婚しましたので小さなことは見逃してきましたが、このような形で皆様の思いを裏切る結果を受けて、これからどうすれば夫婦ともに皆様に愛される存在となっていけるか、時間をかけて話し合っていきたいと思っております。とコメントを発表しているんだ。夫のことを非難するんじゃなく、支える文章なのがすごいね。斉藤にはもったいない、とても素敵な女性だな。斉藤が性的暴行をしたと認められて刑事裁判になったとしたら、マリサはどんな結果になると思う？彼がやったことの詳細がまだわからないから、想像だということを念頭に置いて聞いてくれよな。まず最初にも軽く言ったが、彼は不同意わいせつ罪だけじゃなく、不同意性交等罪の疑いでも書類送検されているんだ。その二つの罪はどう違うんだっけ？まず不同意わいせつ罪はその名の通り、相手の同意を得ず、わいせつ行為をした時に当てはまる罪だな。そのままだね。そしてわいせつ行為というのは、相手の性的羞恥心を害する行為のうち、性行為以外の行為だぜ。例えば胸や局部を触ったり、キスをしたり、服を脱がせたりだな。つまり不同意性交等罪は、それの性交バージョンだね。刑罰はどれくらい違うの？まず不同意わいせつ罪は、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑。それに対し不同意性交等罪は、5年以上、20年以下の拘禁刑だな。そして不同意性交等罪に問われている斉藤は、5年から7年程度の拘禁刑に、執行猶予がつくんじゃないかと私は考えているぜ。執行猶予がつく可能性が高いんだね。本当に A さんにひどいことをしてるなら、刑務所に入れてほしいと思っちゃうよ。その気持ち、わかるぜ。裁判結果がどうなるか、視聴者の皆さんの考えもぜひ聞かせてくれよな。コメント欄にお願いね。そういえばジャングルポケットは今後どうなるの？斉藤がトリオを脱退し、ジャングルポケットはコンビとして活動していくようだぜ。さすがに元には戻らないよね。一人抜けることで芸風も変えないといけないだろうから、残されたメンバーはかなり苦労するだろうな。妻だけじゃなく、残されたメンバーにまで迷惑をかけてるんだね。さらに、不倫や性的暴行をしていた斉藤が所属していたグループ、という印象は簡単に払拭できないだろうから、イメージ面でも大変だと思うぜ。だがあくまで悪いのは彼一人であって、他のメンバーは関係ないってことを覚えておいてくれよな。ジャングルポケットファンのみんなは、できれば残された二人を応援してあげてね。ちなみに斉藤は事件が報道がされるしばらくから、体調不良を理由に活動を休止していたんだ。だが本当の休止理由は、A さんから訴えられ吉本をクビになることが分かっていたからなんだぜ。事前に分かってたんだ。事件が発表される前に、斉藤は吉本を解雇されて、芸能界は引退する。という話を聞いた人がいるから、まず間違いないな。彼はジャングルポケットだけじゃなく、吉本にもいられなくなったんだね。でも本当の理由を隠して体調不良で休んでいたことにするなんて、なんだか卑怯だよ。霊夢のように思った人はやはり多く、SNS で批判の声が相次いだんだ。誠実な対応をしろ、自分のことしか考えていないなどな。やっぱりみんなそう思うよね。もし A さんと示談が成立し、事件を公にしないことになっていたなら、何食わぬ顔で戻ってきていた可能性もあるぜ。そのため、吉本と斉藤は事件を隠蔽しようとしていたんじゃないか？という説もあるんだ。特に斉藤はそう考えていたとしてもおかしくないね。ついでに吉本が発表したコメントも一部紹介しておくか。どんな内容なの？弊社所属、ジャングルポケット斉藤につきまして、本日、弊社とのマネジメント契約を解除いたしましたので、ご報告いたします。本日、斉藤が書類送検された旨の報を受け、まずもって、被害に遭われた方をはじめとする関係者の皆様に対して、深くお詫び申し上げます。から始まり、他の社員や全タレントに規律を守らせることを徹底させることや、応援していたファンへの謝罪などが書かれているぜ。ファンのショックも大きいよね。応援していた人がこんな事件を起こすなんて、考えるだけで情緒がおかしくなりそうだな。
もし斎藤のファンだった人がいるなら、どんな気持ちだったかよかったら聞かせてね。そして彼は、妻やファン、そしてジャングルポケットの他のメンバー以外に、予定が入っていた仕事相手にも迷惑をかけているんだ。相手は斎藤が抜けた穴を埋めないといけないし、手間も損失も出るよね。犯罪による影響の大きさがよくわかるな。犯罪、ダメ、絶対だね。テレビで見てた時は、こんなクソ野郎だと思わなかったよ。彼が学生時代、いじめられていたことは言ったよな。かなり壮絶だったね。その経験を生かし、学校で演説を行ったりしていたことで評判は良かったんだが、この事件をきっかけに、失望や怒りの声が上がっているんだ。強姦っていうとんでもない犯罪を犯しているもんね。彼は演説でどんなことを言ってたの？もし人を傷つけている人がいるなら、絶対にやめてほしい。その人は一瞬で忘れるかもしれないけど、いじめられている側は一生忘れない。僕は一生恨んでいます。自分がやったことを後悔して、これから自分は変わっていくんだ。これからは人を傷つけずに生きていくんだという気持ちを持ってくれたら、すごく嬉しい、と語っているな。その演説だけを聞いたら胸を打たれる言葉だけど、斎藤が言ったと考えると微妙だね。いじめられている側は一生忘れないと言ってるけど、自分も A さんに忘れられない傷を残してるじゃん。それっぽいことを言って、好感度を稼いでいただけかもしれないぜ。言っていることとやっていることが違いすぎる。被害者のことを考えると、今更反省しても遅い。などの声が上がっているんだ。本当に遅いにも程があるね。せいぜい反省してほしいよ。ジャングルポケットの他のメンバーは事件について知らなかったのかな？そのようだな。ジャングルポケットの王さんが取材に答えていて、喘息が悪化して入院していると説明されていたことを話しているぜ。メンバーにまで知らされてなかったんだ。そして取材班は、斎藤の母親も訪ねているんだ。その取材の内容も紹介しておくぜ。息子が急に不祥事を起こして取材されるなんて、お母さんもかわいそうだね。どんな取材になったの？今回のお休みの理由は体調不良なのですか？という質問に母親は、そうですよ。そう聞いています。それで、厄払いしたんです。私、あの子、厄年ですからと答えているんだ。わざわざ厄払いに行くなんて、息子思いのお母さんだね。急死の理由が嘘だと分かった時、悲しかっただろうな。書類送検されたことには何か言ってるの？それに対しては、笑って受け流すだけだったようだぜ。終始、息子からは体調不良ということだけを聞いているという感じだな。息子を信じたい気持ちが伝わってくるようだね。斎藤の妻は取材に答えてるの？取材の電話に対し、お話しすることはありませんと言って電話を切ったようだぜ。ピシャリって感じだね。妻も状況を把握している最中だったのかもしれないな。じゃあ今回は、ジャングルポケットの元メンバー、斎藤慎二が起こした事件について解説してみたぜ。今回は彼に関して解説してくれたけど、芸能人の不祥事ってかなり多いよね。有名なところだと、多目的トイレで複数の女性と行為に及んだ、アンジャッシュの渡部だな。それも衝撃的な事件だったね。まだ発覚してないだけで、不倫とかひどいことをしてる芸能人はいるのかな。そこそこの数いると思うぜ。今後また、今回のように芸能人の時事ネタを解説する時もあるだろうな。せめて応援してる芸能人は清廉潔白であってほしいな。余計なことを考えず、楽しくテレビを楽しみたいよ。できることなら、今後解説することがないような世の中になってほしいぜ。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。